土偶、縄文の女神山形県立博物館展示。縄文の女神は、山形県船形町にある西の前遺跡から出土した、縄文時代中期に制作されたと見られる、国宝指定の土偶の通称である。縄文の女神は、高さ45センチメートル、淡い赤褐色をした土偶である。縄文時代の人の姿が、究極に再現された土偶であり、 故意に壊された状態で発見され復元が不可能な土偶が多い中、完全な土偶は日本国内では珍しいとされる。1986年、小花沢新城道路の建設工事の具体化に伴い、山形県教育委員会が行った遺跡詳細分布調査によって西の全遺跡が発見され、1992年6月から小花沢、 新城道路の建設ルートとなった、最上小国川左岸の発掘調査が行われ、8月4日から8月6日の間に、直径約2.5メートル、地下1メートルの範囲から左足、腰、頭、胴、右足など5つに割れた土偶が次々と湿度。その後復元され、高さは45センチメートルと日本で発掘された土偶の中で最大級とされる。 金星の取れた八頭身の美しい要望から、縄文の女神と呼ばれるようになった。また、この発掘調査で縄文の女神以外にも47点の土偶残血が出土し、国宝の月として指定されている。1998年6月30日に、土偶一個不土偶残血47個山形県西の全遺跡出土の名称で、国の重要文化財に指定され、 2012年9月6日に同じ名称で国宝に指定された。山形県内としては6件目、土偶としては4件目の国宝指定である。本土偶は山形県立博物館に保管されており、レプリカが船形町歴史民俗資料館に展示されている。イギリスの大英博物館で2009年に開催された土偶展にも展示されるなど、日本国外での出展歴もある。 本土宮の出土地点周辺からは、縄文中期の大木 8R 式土器が出土しており、本土宮の製作年代も同時期とみられる。本土宮は、女性の体を極限にまでデフォルメした造形に特色がある。顔面は線形に形成され、扁平でわずかに内腕する。顔面には4箇所に昇降を穿がつほか、目鼻等の表現はない。後頭部は大きく内腕する。 左右の乳房さはそれぞれ逆三角形を停し、二条の沈線で縁取る。胴部は正中に二条の沈線を垂直方向に施し、この沈線の下方には一つによってへそを表す。前部は後方に大きく屈曲,曲している。腰部には沈線で入り組んだ文様を表す。左右の足はそれぞれ角錐状に形成され、最下部で結合している。 それぞれの足の前面と背面は太めの沈線で、斜線上の文様を密に表すが、側面は無紋である。両足とも足裏に穴を開けて内部の土をかき出しており、その深さは3センチメートル強である。このように内部の土をかき出すのは、小生時に内部が生焼けになるのを防ぐための技術的、工夫であると考えられている。 本土偶は5つに割れた状態で出土したものであるが、ほぼ関係に接続復元されている。縄文土偶は故意に破壊された状態で出土するものが多い中で、本土偶は全体をほぼ乾損する点で貴重であり、大きさも縄文土偶としては最大級であり、日本を代表する土偶の一つであると評価されている。ありがとうございます。